今までよりひときわ邪悪な気配がします。今度の異常もワームホールによるもので間違いないでしょう。すでにベビーとスーパー17号がワームホールに吸い込まれています。さらにこの歴史には邪悪竜がいます。彼らはドラゴンボールに溜まったマイナスエネルギーが生み出した最強の敵。くれぐれもどうか気をつけてください。ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。そんなこと分かってるわよ。目の前にジャークリオンがいるんだから。ハン、ギル、待ってろ。私は通信号、悟空、お前と戦える時を待っていた。通信号のジャークリオンか。いや、オラの手の片身だ。消せ。だったら腕利きで奪ってみるよ。だが俺が勝てば、前が集めた4つのドラゴンボールは返してくれ。それからそこの貴様、ラマハンカなんて俺たちの戦いに割り込むなよ。目障りなだけだからな。ギリギリギリ、マロ来て、マロ来て。ロカルバスの通信量が届かせる時にハンちゃんは3人を襲われています。彼らが助けに行かないと。どこへ行く。よそ見とは随分余裕がある。通信が逃げてくれればなりません。究極の技を打つぞ。くそ。相変わらず甘さんですね。しろろこさん、戦いのやり方も何もあるもんですか。ごめん、おじいちゃん、ドラゴンボール振られちゃった。この娘を一口に取れ。悟空を殺しなどたやすいこと。三四郎を倒してハンちゃんを助けましょう。かつてないほどに面白いぞ。やったー。あれ、
ここにあったドラゴンボールは？ギリリリリリ、ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。どこ？どこよ。探し物はこれではないのかな。下がってろ。俺の故郷、惑星ベジータはフリーザに滅ぼされた。なんと俺に殺されろ。ふざけるな。俺が憎いから。だがその俺を賛同させたのは誰だ。お前らがドラゴンボールを乱用したためにマイナスエネルギーが溜まっている。そしてマイナスエネルギーが俺たちダークリューを生み出す。あんたドラゴンボールに助けてもらったくせに、こんなことを言うな。これだけ攻撃を受けてまだ平気な面してやがる。念のために教えてやる。俺はまだピンピンしている。クソったれが。強すぎる。諦めなすぎたか。お前では俺に勝てないと。貴様に言われなくても初めから分かってたさ。これっぽっちも勝ち目がないことはな。なんだと。サンキュー、いた。待たせたな、孫悟空。待て、カカロット。3人でかかっても奴には勝てん。でもよ、俺もスーパーサイヤ人4になり、お前と互角になった。だったらあの技が使えるはずだろう。お前からそれを言い出してくれるなんて、結構だぜ、ベジータ。フュージョン！はっ！お前は何者だ。俺か。俺は孫悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。貴様はさらなる真の力を隠しているな。見せてみろ、